渋谷新コラム流の背に乗って CS 特別編21日2024ジェラクライマックスシリーズ CS セファイナルステージ第6戦巨人 2-3DNA 東京ドーム甲子園から東京ドームまでベイスターズが勝ち上がる全8試合を見た実は自慢の強力打線が火を吹いたのは阪神との第2戦10得点だけであとはロースコアを制してきた 8試合で13失点。ただし短期決戦ゆえに、5イニングを投げ切った先発は4人しかいない。そう、勝因はブルペン陣だった。延べ32人のリリーバーが出動したが、中でも3人の存在が光っていた。嬉しいの一言、嬉しすぎてやばいです。いろんな人の支えがあって、ここまで来ることができました。去年までの3年間はすごく悔しい思いをしてきたので、 やってやったぞ。という気持ちです。5回2試から6回まで投げ切り、ホールドを上げた中川総がこう話したのは、昨オフにオリックスから戦力外通告を受けたからだ。仲間の3連覇をテレビで見ていた男が、新天地での CS では計3試合で3イニング3分の1を投げ無失点。彼だけではない、現役ドラフトでロッテから加入した佐々木は2試合で1勝1ホールドで、 巨人を戦力外になった堀岡も3試合、1ホールド、を無失点に抑えた。シーズンでも中川総は3勝、5ホールド、1セーブを挙げ、28試合に投げた佐々木は防御率1、95。堀岡も10月に3試合を無失点に抑えたことで、CS での出番を勝ち取った。この3人がいなければ、下克上はなかったのではないか。彼らの奮闘を見て思う。 二日後に迫ったドラフト会議で飛び交う即戦力という前評判。安直に書くこちらにも責任はあるのだが、大学や社会人から入ったという理由だけで、本当に即なのか。プロ野球の一軍はそんなに甘くはない。ドラフトで重視すべきは即、可動化より器の大小であってほしい。即戦力は、 実は残り11球団に眠っている彼らはプロの怖さも知っているし悔しさも身に染みている補強ポイントに合わせた掘り出し物はきっといるベイスターズの弱点だったブルペンは3人の即戦力で厚みを増したのだから。